はい、FM 小座お聞きの皆さん、こんばんは。この時間はですね、リスナーのラジオネーム中野町の和樹さんこと、玉木和樹が日曜日最後から3番目の生放送イブニングアベニューをお送りします。もちろんこの番組でもメッセージを募集しています。メールアドレスは761@fmkoza.jp 761@fmkoza.jp です。ファックスは 098-934-8653 098-934-HELLOKOZA で、はい、お待ちしております。またユーストリームとツイキャスでも映像と音声を配信しています。 FM コザのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。コメントもお待ちしております。それでは沖縄本島地方の天気ですけども、沖縄気象台のホームページによりますと、今夜12日ですね、今夜、南の風やや強く曇りで、夜の初め頃に雨、ところにより雷を伴うとのことです。波は4メートルでうねりを伴うでしょう。午後6時から、午前0時までの降水確率は 60% となっております。明日13日は、南の風やや強く、後、南東の風やや強く曇りで、朝から昼前にかけて雨が降るでしょう。波は4メートルでうねりを伴うとのことです。午前0時から6時までの降水確率が 30%、朝の6時から、12時までが 60%、 12時から午後6時までが 40% で、午後6時以降夜までが 30% となっております。明日朝の那覇の予想最低気温は27度で、日中の最高気温は30度と予想されております。この時間の交通情報もお伝えしておきましょう。高速道路、沖縄自動車道は今のところ全線で目立った渋滞混雑はありません。さて、一般道ですが、本島中部は国道58号線茶谷交差点の南向けで渋滞している区間があります。また、国道58号線牧港交差点点ですね、こちら南向けと、あとグスクマ交差点の北向けで渋滞が発生しています。また大蛇名から前原にかけての、道路でも渋滞しているとの情報が入ってきております。さて、 FM 小座があります沖縄市中央パークアベニュー入り口、国道330号線は、今のところスムーズに流れております。また雨も上がっている状況です。はい、それではスポーツの結果などお伝えしてまいりましょう。まずは、ビーチサッカーのワールドカップですね、ポルトガルで行われておりますけど、現地11日のゲームの結果からお伝えしておきましょう。オマーン対イタリアは4対2でイタリアが勝ちました。セネガル対ポルトガルは6対5でセネガルが勝っております。日本対アルゼンチンは4対3で日本が勝ちました。コスタリカ対スイスは4対3でスイスが勝利を収めております。第2戦、今夜はですね、グループ C とグループ D の対戦が予定されております。メキシコ対スペイン、マダガスカル対ロシア、パラグアイ対タヒチ、イラン対ブラジルのカードが組まれております。さて、サッカー J3 の結果もお伝えしておきましょう。今日ですね、お昼1時キックオフのゲーム、相模原対 J のアンダー22選抜は2対1で J のアンダー選抜が勝利を収めております。午後3時キックオフのゲームは、グルージャー盛岡対藤枝前 FC は2対0で藤枝が勝ちました。またブラブリッツ秋田対カターレ富山は1対1のドローでした。FC 琉球はですね、アウェーの東京町田ゼルビア戦ですが、
キックオフしたばかりということで今のところ点の動きありません。また、YS 横浜対、鳥取も試合始まったばかりで、レノファ山口対長野はこの後6時半のキックオフ予定だということです。アメリカンフットボールの世界選手権はオハイオ州、キャントンで行われていますけども、7月9日の第1ラウンドではオーストラリアが韓国に対して47対6で勝ちました。またフランス対ブラジルは31対6でフランスが勝利、アメリカ対メキシコは30対6でアメリカが勝ちました。日本の初戦は現地時間の12日夜7時からアメリカとの対戦が予定されております。またバレーボールのワールドグランプリ、こちら女子バレーボールですが、イタリア対ドミニカ共和国3対0でイタリアがストレートでドミニカ共和国を下しているという情報が入ってきております。埼玉ラウンド日本対中国は6時10分に試合開始予定だということです。さて、自転車ロードレースツールドフランスは11日フランスのレンヌからミュールドブルターニュまでの第8ステージを行い、アーゼドゥーゼルラモンディアル所属でフランスのアレクシスビアモーズが4時間20分55秒でステージ優勝を果たしました。現在総合首位チームスカイ所属のイギリスのクリストファーフルームはこのステージでもマイオジョヌを守りました。上位の選手の多くがトップから10秒遅れでゴールする中、昨年の王者イタリアのビチェンツォ・ニバリは20秒遅れでゴールし、フルームとの差が1分48秒に開きました。女子の自転車ロードレースの最高峰ジロローザは11日第8ステージの個人トライアルが行われ、ラボリブのアンナ・ファンデル・ブレーゲンがステージ優勝を飾り、また総合成績でもトップになりました。日本の萩原真由子はこの日37位でフィニッシュ、総合成績では16位となりました。続いて女子ゴルフ、アメリカツアーメジャー第3戦全米女子オープンは11日ペンシルベニア州ランカスターカントリークラブで3日目が行われ、韓国のエイミー・ヤンが通算8アンダーで単独首位を守りました。今大会ではここ8年間で6人目となる韓国人のチャンピオンを目指し最終ラウンドに臨むことになります。アメリカのステイシー・ルイスは通算5アンダーで単独2位につけ、4アンダーで韓国のチュン・インジーが3位、3アンダーで大山志保が4位に続いています。テニスのウィンブルドンは11日女子シングルス決勝が行われ、大会第1シードのアメリカセレナ・ウィリアムスは第20シードのスペインのガルビネ・ムグルーサを 6-4、6-4 で退けて自身通算6度目の優勝を飾り、オープン会以降では史上最年長となる4大大会制覇を果たしました。セレナ・ウィリアムスが今回、ウィンブルドン制覇を果たしたことで全米オープンでは1988年のステフィー・グラフ以来となる年間グランドスラム達成が期待されることになります。なお女子のダブルス決勝ではマルチナ・ヒンギスとサニア・ミルザ組、男子ダブルスではジャン・ジュリアン・ロイヤーと、ホリア・テカウの組が優勝を果たしました。車椅子テニスでは男子ダブルス準決勝が行われ、大会3連覇を狙っていました日本の国枝慎吾とフランスの腕組は、フェルナンデスとペイファーの組に 3-6、5-7 のストレートで敗れて決勝進出とはなりませんでした。また、女子ダブルスには上地結衣がイギリスのホワイリーと組んで第1シードとして出場しており、10日に行われた準決勝ではハント・クルーガー組をわずか50分で下して決勝進出を決めているとのことです。以上、スポーツの話題をお伝えしました。イブニングアベニュー FM 小座から生放送でお送りしております。現在時刻は6時10分です。はい、メールが届きましたね。ご紹介しましょう。こちらは誰かな。お、よぎしこジャパンさんですか。こんにちは。台風の片付けでバテた
農家さんの家に生まれた僕、次男なんですが、なぜか僕が働いています。長男は家でテレビを見ていました。どういうことなんでしょうか。かっこ悪いということで、まあ、でも長男はお父さんに褒められる。どういうことなんでしょうか。緑色の髪かっこいいということで、よぎしこジャパンさんが、はい、ゲストの方のふりをしてくれたということで、早速、今日のゲストをご紹介しましょう。すみません、お名前いただいていいですか。あ、シンゴです。ミナです。ブレイクタイムです。イエーイ、いいね、イエーイって俺がやってなかった。というわけで今日はですね、男女ボーカルユニットのブレイクタイムのお二人にスタジオに来ていただきました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。あの、先ほどまでライブイベントをやっていたということなんですけど、おお、なんか外からも手を振ってくれる方がいますね。イエーイ、イエーイ、イエーイ、ファンだといいな。ブレイクタイムさんの、はいはい、まあ、自己紹介といいますか、ちょっとこちら、今ちょっとした紹介お願いしていいですか。わかりました、うん。僕たちブレイクタイムですね、はい、2013年に活動を開始始めまして、はい、シンゴとミーナ、はい、で行っておりますけれども、はい、僕たちですね、皆さんが元気になるように、うん、であとライブに来たら、みんなでバカしようぜっていうね。そうですね。せっかくライブ来たんだからバカしようぜっていう感じで、みんなと楽しく、うん、そして楽しくそして楽しく楽しく笑っていればね、いいことあるよっていう感じのライブでガチャガチャしておりますけれども、ね、うん、今日もイオン那覇店さんで、吉川店、吉川店で、はい、ライブしてきまして、うん、さっきのイオン那覇店で見られたっていう話をしてたので、 その話をしようと思ってたら、ついポロッと出ちゃいました。なので僕たちそんな感じで頑張っておりますので、はい、ぜひよろしくお願いいたします。お願いします。はい、もうイオン那覇で私初めて見たんですけど、ありがとうございます。ありがとうございます。このブレイクタイムのお二人は、その歌いながらすごくジャンプをするんですね。そうですね、3メーターぐらいだいたい毎回飛んでるので。嘘つかないよ。イオン那覇店の天井にはちょっとね、バンバン当たってたんですけれども。嘘つかない。いや、そのFacebookの写真でも結構高く飛んでますよね。そうなんですよね。首が切れてるやつが一個あった。そんなに入らないんかいって。そう、調子いいときはだいぶ飛んでるみたいです。あ、そうですか、うん、その元気な、ブレイクタイムさんですね。ツイキャスの方に早速メッセージが来ていまして、はい、さんから、うん、ブレイクタイムのお二人は沖縄出身ですかという。沖縄出身です。沖縄出身です。沖縄出身です。あ、そうなんです。でも、ね、よく内地の、ね、うん、本土の人ですかって聞かれますよね、うん、そうそうそう、そうそうそう、僕はクォーターなんですけど。そうなんですか、うん、山梨とのクォーターです。山梨と、 いいところですよね、果物が。ごめんなさい、1回しか行ったことないんです。果物には当たらなかったんです、あの時。そうなんです、ね、もうどんどん有名になって、山梨からもいろいろそういったお仕事の依頼があればいいですね。本当ですね、もうぜひよろしくお願いします。おばあちゃんが山梨なのでよろしくお願いします。キャスでは全国各地でも見ることができますので、うん、ね、嬉しい。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、では早速なんですが、はい、はい、イベントが近々あります。あるということ。そうです。紹介していただいていいですか。じゃあみんなさんお願いします。はい、再来週になるんですけども、再来週の土曜日、25日に、コザミュージックタウンの方で周年祭をね、周年祭8周年8周年祭の8周年祭があるんですけど、そちらで、あ、違うな、先に SNG から言った方がよかった。いや、25が大丈夫です。大丈夫ですか。そこで、はい、ね、いろんなイベントがあるんですけど、うんうん、SNG 枠ということで、うん、ブレイクタイム一番最後。そうですね、18時20分から、19時20分の間ぐらいで SNG 枠ということをやりまして、うん、はい、でその中で、ブレイクタイムと、うん、ジョニー・ライアーズさん、うん、この間こちらで歌ってましたけれども、とあとラム・クリス3組が出させていただくことになりまして、はい、で25日か25日、まあ、2時から14時から21時までのイベントなので、になりますので、はい、で17時からは、はい、なんとビアカフェもできますので、ぜひぜひビール飲みながらでも
いいね、うん、よろしくお願いいたします、うん、やばい俺が喋ってる、どうぞお願いします。それで、うん、その次の日、うん、日曜日なんですが、うん、SNG というイベントを、うん、相方のシンゴリンが主催しているイベントなんですが、うん、に出演させていただきます、うん、でブレイクタイムはこのイベントが、うん、総合 MC で入ってるので、うん、15時になるんですかね今回は、うん、15時から15時からの21時までの長いイベントなので、はいはい、ぜひぜひ遊べる来れる時間帯にね、うん、来ていただければすごい嬉しいかなと思います、うん、もしブレイクタイムが見たいなと思う方はブレイクタイムの Facebook ページだそうですね、告知していきますので、うん、ぜひよろしくお願いします。お願いします。それで、7月の28日、うん、火曜日なんですが、うん、ライブハウスもつさんで、うん、カヌチャーのキックオフイベント、うん、スターダストファンタジア、はい、のキックオフイベントに出演させていただきます、うん、で詳細をね、ブレイクタイムページに載せたいかなと思ってますので、うんうん、Facebook でブレイクタイムって調べていただければ、うん、すぐ出てきますので、たまに喫茶店が出てきた場合はそこじゃないんです、ね、そうそう、沖縄ブレイクタイムって入れていただければ一番上に飛んでるじゃないな、なんか顔写真が2人の顔写真が出てくるので、うん、それをチェケラーでお願いします。そうだ、今ポスター持ってるからこの顔ですっていうのを見せてあげれば、はい、今これ見える、ツイキャスの方には、ツイキャスの方でぜひ見ていただけるとよろしくお願いします。はい、ありがとうございます、ね、イブニングアベニューの放送時間とはかぶんですけども、ぜひ沖縄市周辺のリスナーの皆さんはそちらの方をね、SNG など お出かけいただきまして、うん、ぜひ1週間のエネルギーをチャージして、うん、あ、嬉しいですね、仕事勉強に臨んでほしいですね。僕の知り合いが Facebook ページ上げてくれて、あ、ありがたい、キューロピさんさすがですね、嬉しい。早速 Facebook ページの、アドレスを抜けてますけども、で違ってたらどうしようこれ、喫茶店の方ですか、ね、足引っ張りやがって友達が違ってありがとうございます。はい、またヘビーリスナーの AKB ファンさんからも、こんにちはとメッセージが届いております。こんにちは。なんでそんな泣きそうなのおー、ムキシコジャパンさんからまたメールが届いております、うん、ブレイクタイムファンになりました。やった、早い、ありがとう。緑色の髪に惹かれました。イエーイ、俺じゃないんか、やった、ありがとう、はい、またライブの情報があれば教えてくださいね。では放送頑張ってくださいね。僕は川に洗濯しに行きます。あら、ウィシコジャパンでした。あと40分待とうか、洗濯リバーでウォッシュですね。リバーでウォッシュそうですよね、うん、ちゃんと最後までラジオ聞いてから洗濯に行ってください、うん、よかったですね、ファンが一人ね、嬉しいです、ありがとうございます。やっぱでも君の髪の色が皆さん気になるみたいですね。気になる、これ美味しそうな色してません？なんか会うたんびにみんなに言われるんです。ブルーハワイって言われてるから今ね。そうそうそうあれ前ピンクじゃなかったですか？そうなんですよ、ずっとピンクだったんです、うん、はい、で、もう夏だし、うん、なんかミントカラーを入れたいなと思って、うんうん、思いっきりこれをやったんですけど、はい、夏だしミントカラーの意味がちょっと僕はわからないんですけど、今年の夏はミントカラーなんですよ。そう、誰が言ってたの？あ、結構誰が結構誰がこのネットがね、うん、情報がでね、あ、なるほど、ね、そう、ミントカラーが来るよって言ってたので、ちょっと流行りに乗ってみようかなって乗ったんです。うーん、そうしたら美味しそうな色になりました。あ、そう、私はアイスクリームではミントチョコ、かき氷ではブルーハワイ好きなんですけど、さすがちょっと美味しそうとは思えないんですけど、でも爽やかですね、感じでいいですね、うん、そう、ありがとうございます。 その爽やかな音楽を聴いていただきましょう。ブレイクタイムで夏の BGM をちょっとここでかけます。どうかなお願いします。ここに書かれてる、でもあれだ、ブレイクタイムって検索していただいて、
あ、そう、あ、聞こえるんだ。これじゃあやんなくていいんだ。え、そうなの？そういうことですよね。聞こえてるんですよね、はい、この会話。ほら。じゃあこれを。打たなくてよかったんだ、宮永。知らんかったな。一生懸命打ってたのに。ねえ、ごめんなさい、ちょっと言います。あ、聞こえ、すごい、恥ずかしい。よかった、愚痴とか言ってなくて。そうなんだね。聞こえてるんだ。Facebook じゃどんななってるのかな。ブレイクタイムで、ね、調べていただければ、うんうん、ぜひよろしくお願いします。出てくると思うので。うん、すごいね。あとは Twitter もね。そうそうそう。やってますので、うん、ぜひよろしくお願いします。お願いします。すごい、ツイキャスってこんななんすね。これツイキャス？ツイキャス。ツイキャスライブ 4PC。 ほお、これか、みんなが流行ってるのは。すごい。こうあれでしょ、若い子、ジョナとかがやってるやつでしょ。うんうんうん。あ、最近さ、その今聞いてる人いるのかな、なんか変な顔のメイクして、うんうんうん、ツイキャスだったりなんか画像上げてる人、あれ何、あれ、あれなんですか、イケメンだよってことですか。なんかめっちゃヒゲとか描いたりとか、女子とかもやってて、なんか流行ってますよね、うん、あれ何、あれ流行りに乗ってみましたって、あれ乗らんでええかなって、やってみたら、えごさん、ええええんじゃん、ちょっと何言ってるかよくわからない、やってみたら、流行りに乗るのは大事だよ。あ、そしたらさっき言ってたね、流行りに乗ってくそくそ俺ね、そういうのは鋭角センサーあるから変えてあげれば。いや大丈夫です、うん、大丈夫です、ぜひぜひ。やばいな、怖いヒゲはね、ちょっと小指にしてあげます。いいじゃん、やってみてください。みんな絵描きますよ、顔に。あの、みんなの絵、AKB ファンさんは、ね、どれ、誰のファンなのそう、この野郎。 AKB ファンさんは誰推しなんですかね。 AKB の中でってこと。僕はちなみにあの、かなこファンなんですけど。 AKB じゃないね。あAKB じゃないね。あ、違った、うん、赤い方いなかった。いないね。あ、多分それあの、Z だよね。あ、Z の方、 Z の方かな。そうそう、この歌でも Z って、うん、かわいい、かわいい、かわいい。あ、これだってかわいいの。本当だ、考えてみたらそうだな。うん、そっかそっか。でも、あれでしょ、卒業するんでしょ。え、そうなの。うん、知らなかった、マジ。あ、そうなんだ。卒業する、かわいいね、あの子卒業と全然違う話をしてる、ね、あの、おバカな子だよね。うん、そう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 、わかる、かわいい、同じぐらいの。うん、みんな大丈夫多分。じゃあ今聞いてる人たちに、じゃあ30秒以内で掛け算やってみましょう。6の段、はい、6、1が6、6、2、12、6、3、18、6、4、24、6、35、6、6、4、18、6、5、10、4、5、6、9、32。あ、違う。いいね、こういう掛け算見たことない。6、32、綺麗に割ったね。6、52、54か、54、32ってどこかなって。一応言っとくけど、6、5、30、うん、6、5、35も間違ってたよね。6、5、35? 30、6、5、30? やっべぞやっべぞ楽しそうだな、今日ツイキャスってテンション上がりますね。まあ、あの、かけてるけど、こっちはですね。あ、今もう生産中止中です。そうなんです。もう作ってないんです。 iTunes なんかで配信してますので。あ、iTunes、 はい、うん、iTunes だったり、レコチョクだったりで、うん、あの、あれ購入されたんですか、もしかして。はい、買いました。あ、なるありがとうございます。全然覚えてなくてすいません。嬉しい。その時にもラジオ出てくださいとお願いします。あ、本当ですか。全然覚えてなくてすいません。いえいえ、もうだいぶね、7ヶ月、あ、半年ぐらい前だったから。あ、じゃあもう無理ですね、半年前は。ちょっと終わったら CM 行きますね。あ、わかりました。はい、CM 中は喋り聞こえるのだろうか。あ、そうですね、CM もあのネットでは。あ、ネットでは。へー、そうなんだ。よし、じゃあ、かわいいさんとチャレンジしてみよう。かわいいさん、今ね、CM に入ってるんですよ、ラジオは。あっいいですね、ファンの皆さんが。あれ、多分外から見たら変な人だよね、うん、ニヤニヤしてるな、食べて。かわいいさんはあれだな、卒
業したらどうなのかな。しょやっぱ河合さんあれですか、その卒業しても応援しますか。するんじゃない。お、河合さんじゃない方が今打ち込みをしようとしてやめました。あ、やった、本当本当嬉しい。調べるからな。うちゃぬくさん。うちゃぬくさん、ありがとうございます。ありがとうございます。するで、するで、そうだよね、するよね。河合さんのどういうところが好きなんでしょうか。笑顔いいよね、あの子、笑った顔。うん、うん、すごい、面白いね、ツイキャス。これツイキャス、俺が喋ってるじゃん。お、ありがとうございます。あ、本当ですか、嬉しい。Facebook ページにいいねとコメントくれました。やったー、ありがとうございます、うちゃんくさん。ありがたい、嬉しい。よかった、30です。あ、OK です。よかったね、頭き緑にしてて。うん、よかった。ね、うん。笑ったところいいですね。はい、 FM 小座からイブニングアベニュー生放送でお送りしております。現在時刻は6時27分を待っております。はい、というわけで、あのちょっと昔の話というか、はいはい、あの過去の話遡りたいんですが、うん、はい、あのブレイクタイムのお二人、てっきりあの自分もう5年以上コンビ組んでるのかな。全然なんです、すいません。思いすいません。先ほどお話もありました、こちらの沖縄グラフとか2月号にですね、ブレイクタイムの記事がありまして、ありがとうございます。そうなんです。音楽イベントを企画する団体 SNG から誕生したブレイクタイムは、2013年に結成されたミーナとシンゴの男女ユニットで、100メートル先からワクワクするようなライブをコンセプトに、動きのあるパフォーマンスを持ち味としたライブを展開しているという、うん、まあ、あの記事がありまして、はい、結構最近なんですね。そうですね、1年半ぐらいか、もう。そうですね、経ったぐらいですね、うん、それまでは別々で活動されてたんですか。そうなんです。あ、そうなんですか。はい、ボーカルスクールが一緒で。そうなんですよ。で、それでイベントのライブ、ボーカルスクールのライブがあったので、うんうん、それにじゃあ一緒に出ませんかっていう話から。そうです ね、で次のライブハウスが決まったので、うんうん、じゃあ一緒に出てみるっていう話で、名前どうしようかっていう話から、うんうん、ブレイクタイムでいいんじゃない。そうそうそう、うん、はい、すいません、ちょっと今隣のですね、お店のシャッターの音なんで、うん、あまり気にしないでください。あ、そうなんだ。あ、なるほど、今天井が下がってきてるのかと思った。怖い。面白くないこと言ったら下がってくるシステムなのかと。怖い怖い。まあね、下がってきた時はジャンプで、ジャンプで、そうですね、3メートルジャンプで、3メートルジャンプで、はい、うん、はい、おお。あ、そのやっぱりあの 100m 先から見えるっていうか、ワクワクするようなライブっていうコンセプトがあるんですね、うん、それで、はい、ジャンプとかしたり。正解です。ありがとうございます。正解です。ちょ、いや、みんなもやりたかったな。、ね、うん、そう、なんかブレイクタイムを見て、うん、なんか元気もらったよとか、うん、笑ってくれたら嬉しいですね、一番、うん、このライブを見て、うん、あのバラードとかなんか感動させることは多分できないんですよ、ブレイクタイム。できる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 。だからツイキャスが終わっちゃった。あ、本当？すみません、もう一回あの再生できますかね。ツイキャス、すごいね。俺がさ、はい、あのお願いしていいですか。あれだよ、みんな何ね、半目のところで止まる。本当だ、めっちゃ半目。よりにもよって、いつもよね、うん、本当に写真撮ったら必ず1枚はあるよね、うん、ごめんごめん、君のなんか話だったね、ごめんなさい。何をだった。これ配信してるの今。大丈夫じゃないですか、うん、オンライブだからね。あ、じゃあ大丈夫ですかね。うん、アベンジャーズの人ですか。ですね。よくわからないんですけども、はい、そのなんだっけ、ブレイクタイムライブ見に来て。そうそう、フライかな、うん、ちょっと待ってください、ちょっとお二方喋り続けてもらっていいですか。わかりました、すいません。そんな振り初めてですね。そう、ブレイクタイムね、ライブを見ていただいて、うん、できてますね。あ、できてますか、うん、よかった、よかった。聞こえてますか、ツイキャスの皆さん。聞こえてるかな、うん、このね、一人でも多くの人にやっぱ笑ってほしいんですよね、うん、多分嫌なことはあると思うんですよ。うん、ね、嫌なことあるでしょ。嫌なことあるよね、うん、そんな時、そう、頑張ろう、みんなで頑張ろうよっていう、うん、ね。ありがとう、うん、じゃあね。
じゃあねって言っちゃった 今歩いてった人にね、そうそう、ツイキャス切れた、これあーライブを、なのでそうやってね、みんながライブ来てくれて、そう楽しんでくれれば、うん、あのぜひぜひぜひいいのかなと思っている、うんうん、今日この頃なんです。そうですね、うん、そうなんです。お前簡単にまとめたな俺の話だからブレイクタイムはなんかピョンピョンしてるんですよ、うん、楽しく行こうぜ、そう楽しくみんなでも一緒に楽しもうよっていうね、うん、ライブがしたいから。ちなみに僕はあの江頭さん好きですからだから江頭さんも言ってたんですようん、うん、で俺のライブとかね、俺の彼を見に来て、うんうん、一人でもそんなバカなことを見て俺よりなんて言ったか忘れちゃったすいません、ちょっとツイキャスが切れちゃったんですが、ちょっと復旧の仕方がわからないので、あら、外の演奏さん、もしよかったらちょっとつけに来てもらえませんか。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。というわけでラジオ地上波では、うん、あとユーストリームでは配信は続いておりますので、うん、お話を続けていきたいと思います。思います。はい、ありがとうございます。で結成から2013年結成して、まあ、楽しい音楽を中心にお送りし、まあ、作っているというわけなんですけど、作詞作曲って誰がやるんですか。その作ってる曲にもよるんですけど、うん、2人で作る作詞作曲する曲もあれば、うん、夏の BGM みたいに、提供してもらったりだとか、うんうん、で今日、初披露した赤ずきんっていう曲に関してはザ・シープっていうAU ミュージックグランプリ、うん、今東京で活躍していることに提供してもらったりだとか、うん、音楽仲間で一緒に作ろうぜ的なのもありますし、はい、感じですかね、うん、なるほど、うん、結構いろいろな形で。そうですね、そうですね、バラードもあるんですね。一曲だけ。そうですね、うん、ずっとね、そうそうそう、バラードがありまして、それはカヌチャ、去年のカヌチャに出るために作って、で間に合わず間に合わず、そうコンピレーションアルバムにね入れようと思って作ったんですけれども、うん、間に合わず、うん、であんまり季節的にも暑いから、うん、バラードよりは今はガツガツいった方がいいのかなっていう感じで歌ってないんですけども、うん、はい、この間評価が良くて、おそう、意外とたまに歌うといいって言って、うんうん、だからたまに小出しにしていきたいと思いますなるほど、そうですか。うん、先ほどCM 中に、うん、話が出たんですけども、慎吾さんは桃の符っていうんですか、いわゆる桃の符ですね。はい。桃色クローバーさんのファン、はい。そうなんです。特に誰を？僕かなこ推しなんです。そうなんですか。赤です、赤。うん。といっても自分ちょっと曲がわからなくてですね。なーにうん、そうなんですよ、赤、まあ、センターの人ですね、はいはい、でかなこうって言うんですけど、うん、この、ね、なんか笑顔が素敵で可愛いね、うん、なので、うん、あと見てて楽しくなるよね。あ、そうだね、うんうん、やばい、俺この話したら長くなるから大丈夫そうだね、すごい盛り上がるもんね、いつも一人で、うん、この辺で自粛しとこう。はい、かなこさんはシュークリームの方ではない。シュークリームの方。シュークリーム、僕でも物の触れ吹き浅いんですよ。最近この知り合いが、うん、好きで、うんうん、でそれから話聞くようになったらだんだん興味が湧いてきてでそれからちょっと見るようになり、うん、こうレンタルショップ行ったら気がついたら手に取るようになりでインターネット見てたら気がつけばこうアマゾンとかで購入しそうになり、うん、なんでちょっと今危険なゾーンに入っております。さっきの目薬もね。そうなんです、目薬も実は見えるかな、ももクロのあれなんです、 CM コラボのやつの目薬ですこれにしたらなくさないんで。あ、体重みたいなのにだったかな。そう、多分きっとそうだと思います。その辺ちょっと見てないです振っといて乗れないんですよ、はい、ツイキャスでリスさんからアベンジャーズの人ですねっていう話があったんです。これミナさんのことなのかな、うん、ね、髪の毛の色ってことですか。アベンジャーズにこんな人いたのかな。ね、いたんですか。いたのかな、ね、気になる。なんだっけ、顔の顔の顔、こんな色の顔の人、こんな色の顔の人、
こんな色の顔の人。こんな。ねえ、リスさん、ももクロいいよね。なんだったかな。ももクロ本当にいいと思う。出てこない。うん、ももクロ。それって言われたらみんな納得するけど。あれだろ、あのアバター。アバター。言おうと思ったのに。アベンジャーズじゃねえし。アバターって言われたら納得したな。ミナさんは、はい、マイリー・サイラスが好き。そうなんです。なんで、なんで、すごい嬉しい。ちょっと調べました。あー、ファンも嬉しいです。そうなんですよ。ハンナ・モンタナの、そうね、うん、リリーって可愛いですよ。可愛い。あのエミリー・オスメント、あーもう可愛いですね。わからない、もうハンナ・モンタナが大好きでねえ、うん、そうなんですよ。もうあれね、そう、あのアメリカのね、アメリカのね、はい、ディズニーチャンネルで、うん、そう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 、うん、ディズニーチャンネルな、どんな感じだった、そういえば、あの、思い出せないんだけどさ、1話、1話1話、うん、1話はね、うんうん、あのでもこれってネタバレしちゃうから、うん、大丈夫大丈夫、うん、ちょっとだけいいよ、ちょっとだけ、うん、あでもちょっとやめとこうか今日はアメリカのね、あのあディズニーのやつ、そうそう、ディズニーのね、ハンタナモハンタナモタナもうダメだ、うん、そう、ハンタナモンタナね、うん、面白いので、そう、30分のコメディなんですけどね。そうなんですよ。そうそうそう、コメディなんですよ。だったらチェックしてみてください。そう、見てください。はい。お、よきしこジャパンさんから、はい、後で話を振ろうと思ったものが届きましたね。うん、FM 読谷さんで番組やってるんですね。次からそこにもメッセージを送ろう。ああ、ありがとうございます。嬉しい。お願いします。ライブ見てみたいな、時間が合えば行きますね、とのことです。ぜひよろしくお願いします。じゃあ今早速、話が出たので、はい、そちらも話も出しますかね。うん、FM 読谷で毎週金曜の正午に、うん、シエスタ読谷 FM ランチという番組がありまして、はいはい、今週は残念ながら台風でお休みとなってしまいました。そうなんです。めっちゃ調べてますね。嬉しい、うん、ありがとうございます。慎吾さんは、結構前からもう5年ぐらいになりますね。あ、長い。そうなんです。で、あの相方がどん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 変わっていって3人目の相棒です。おお、そうなんですか。そうなんです。みなさん今年春から。そうですね、番組は11月か、去年の、うん、11月からやってるということで、はい、はい、よかった、話せる方をゲストにできてよかったです。こちらもう僕たちはお話がちょっと苦手で本当にまたまた、うん、そういう反応がね、もう最近は当たり前のようにね返ってきますからね、うん、だいたいあの MC 込みでお願いします、最近ライブ頼まれますからねそうそうそうなんで、その番組では、うん、どのようなことをやっているんですか。毎週テーマにのっとった話をしていないんですけれども、うんね、で一応テーマだけは募集しています。そうなんですよね。ありがとうございます、リスさん、かっこいいねってこ、女性男子女子、リスさんは男性、じゃあすいませんけれどもすぐ切り替えるから、読谷の方の話に戻りましょうかせっかく県外とのパイプができるかもしれないあ、もうぜひ聞いてください。お願いします、よろしくお願いします。あれ、もっと込めて、心込めなきゃ。こもってるこもってる、こもってないこもってない、うん、じゃあ続いての読谷の話。いいねこれそうなんですよね、 FM 読谷ね、うん、もう5、6年、はい、5年か6年ぐらいやってるんですけど、うん、何の話でしたっけ。テーマにのっとって、テーマ、あ、そうそう、毎週テーマを募集してるんですけども、うん、はい、ほぼそのテーマはしてない。そう、好きな話ばっかりしている。そうですよね、いつもそれますね、うん、話がなんですけれども、うん、ぜひぜひ皆さんからのメールね、こんな話ありましたよっていうのも僕たちのこんな感じでツイキャスはできないんですけれども、そうなんですよ、ぜひお待ちしておりますので、うん、よろしくお願いいたします。お願いします。はい、はい、まあ FM 子育ては金曜日の正午は、うん、ヤッコベビーだったかな、それともののさんだったか、まあそちらの裏番組になりますが、うん、まあ、シエスタの方を聞きたければそっちでもいいんですが、後です、FM 小僧の番組も YouTube でチェックしてくださいね。そうですね、もちろんイブニングアベニューも、その YouTube で後で配信されるので、うんうんうん、聞き逃した方はもしかも FM 小僧を聞いて、で僕たちの Facebook ページでブレイクタイムのラジオ今日こんな感じでしたっていうのが上がりますので、うんうん、アーカイブがそれを見ていただいても全然、はい、タイムリーにお答えはできませんけれども、うん、嬉しいですのでよろしくお願いいたします。慎吾さん満面ですよね、いい意味で。そうなんですよ、俺めっちゃ豆でね、いいやつなんですよ。何この空気豆どの辺が豆だと思ったんですか。このツイッターのまあやり取りだったり、あとそのツイートですか、結構ブレイクタイムってその演者としてだけではなくて、はいはい、なんかMC だったり、イベント運営側、はいはい、としても活動してるので、そういった
なんだ、本当にいろいろ神経使ってるんだなっていう感じの、そう、そうなんです。やっぱり相棒がですね、脳みそがちょっとスポンジみたいな感じ、スポンジじゃないな、あのシワがツルツルな感じなので僕がその倍以上気を使わないと、ね、いろいろいけないなと思って頑張っておりますいやまあ、ね、さっきの掛け算でもちょっとびっくりしましたけど、なんか誕生日にはミーナさんにはあのドリルが、あー、そう、懐かしい、小やれ4歳か4歳からもらってます、うん、そうなんですよ、4歳からもらってるって言ってるけど、出会ったのはまだ2年ぐらいしかなってない、そうそうそう4歳のドリルを、4歳のドリルをもらってます、うん、そうやってますか、あ、やってますやってます、やってるんですか、本当にやってますよ、一生懸命丸とか書いてるんで、はい、やってます、提出しなきゃいけない誰か先生がいるんですか、慎吾さんにね、赤弁先生が、そうそう、そこまでするんですか信じただろほらすいませんはい、そんなブレイクタイムの私が一番好きなブレイクタイムという曲をちょっとここで流したいと思うんですが、こちらはデビュー曲なんですか、それとも別、そうですね、1曲目にこの発売したのがさっき夏の BGM とブレイクタイムになりますので、はい、まあ、デビュー曲というかそんな感じの曲ですもう楽しい曲なのでぜひ聴いてください、うん、はい、よろしくお願いします。やった、これ俺にでしょ、違うよ気づいてくれた、さっきから変顔してるんですよ、ずっとイエーイ。じゃあ、彩香さん、元気みたいですよ、フェイスブックにいる限りで。ね、グミタンと ROK で頑張ってる。あー。ね、FM コザでもお昼、日曜日のお昼1時に、名号ラジオバーンって番組に行ったんですけど、また来てほしいですね、時間とか。僕らラジオ終わってすぐ帰っちゃうので、うん、結構意外と他の時間って知らないんですよ、うん、あ、そうですね、あと皆さん結構多いですもんね、そうですね、番組多いし、であとライブこのゆみたんで番組終わってその後金曜日とかだとたまにストリートライブとか三、はい、浜の方でやったりとかもするので、だから結構ねパタパタしていくことが多くて、うん、前の番組と次の番組しかわかんないです。あ、でも前の番組は局長なのでほぼわからないっていう感じです。中曽根さんです。そうそうそう、社長の番組なので社長はわかるな、さすがに。そうだね。あとあとなんですね。そうなんです。あとこの間は一番ハードだったのがね、番組終わって、レコーディングをやって、でレコーディング終わったと同時に音一番でライブしてっていう形だったので。ふん刻むメニュー、ふん刻むって言ったと、ふん刻む、ふん刻みメニューあー、そういうのがね、サポートしてくれるメンバーが本当はもうね、今日も社会人に来てるんですけど、はい、感謝しております、すごく感謝しております、なおさんにはありがとうございました、もうやめるみたいでございましたと今まで、みたいな、やめダメ、ぜひぜひ本当に、ね、今月25、26、28ありますので、うん、よろしくお願いします。お願いします、かわいいさん、よろしくお願いします、かわいいさん、リスさんは県外の方なんですか、はい、ちょっとごめんなさい、リスナーの皆さんもバラしますけど、リスさんは多分関東地方、AKB ファンさんは兵庫県の方です、おお、すごい、ブレイクタイム気になるのは YouTube ので結構見れるかなか、僕ら結構 ね配信してないんだよね、うん、YouTube でそうなんだよな、しよう、最近あれだね、 LINE ミュージックってやつで一応聴けるので、うんうんうん、ぜひぜひ、ウチャヌクさん、あれ今水木って言ってたけど、あ、水木さんが売ってるのかな、え、どういうこと、
ジャヌクさんが島みずきって書いてたから、みずきさんが上げてるのかなと思ってました。これを？うん。ああ。暇だなって思ってた。そういうことではなかったんだ。じゃないね、多分。そこそこ。なんか載ってたんじゃないですか、ブレイクタイムページに。ああ、今日のやつかな。うん。そうか。みずきさんとガジラのやつですか。そうそうですね。ですか。もうだいぶ仲良くなりまして。僕らの時間、MC というかそのライブの紹介だけもうお任せになってるんですよ。へー。と例えば誰々が出ます、一番手はこういう感じでこういうグループですってあるんですけど、ブレイクタイムだけは水木さんと江藤さんにお任せしてますっていう感じで。へー。初めて。プロフィールなしで。そう。へー。で、その企画されてる方もあいつら喋るだろっていう。もうでもね、たくさん出させていただいて本当にありがたい限りです。あの二人もう定番だよね。ね、そうなんです。あ、内垣さんもビートポップタイム見に行くんですかね。ね、見に行くんですかね。いいですね。こう無理やり合わせて。大丈夫。内垣さんは、内垣はさすがに沖縄か。どういう意味なんですか。お茶をね、抜くんだ。あ、お茶抜くんだ。うん、だから空のね、カッコが出てくるんです。なんかなんでそういう名前にしたんですか。お茶抜いたら、ね、いい。あ、コップを見てほしいのかな。そう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 。あ、なるほどね。そうなんだ、すげえ。はい、イブニングアベニュー FM 小座から生放送でお送りしております。時刻は6時47分になりました。はい、というわけで番組もそろそろエンディングになっていくんですけども、ちょっとBGM で、ブレイクタイムの、光の差す方へとゴールを、お、ありがとうございます、お送りしていきますけども、こちらですかね。これが光の差す方ですね。後ろでうっすらかかっております。この曲は、はい、沖縄テレビの沖縄マラソンで、あ、これ挿入歌で、はい、使われたんですか。そうですね。でゴールに関してはエンディングテーマです、沖縄マラソンの。おー。で夏の BGM に関してはヒップホップのエンディングにも一周だけ使っていただいて、はい、そうなんです。ちょっとした自慢してすいません。結構メディアにも載っているんですよね。そうですね。Facebook とか Twitter とかブログでしつこく言ってれば声がかかってる。あとビートポップ台風とかね。ビートポップ台風で、うん、はい、那覇の方でやってた時はなんか出してくださいよ学祭とかっていう話で学祭の話が一本来たりとか。へー。そう、言ってみるもんだねっていう。そうなので、そんな感じなんです。うーん、よろしくお願いします。お願いします。はい、今どういったツイッターやらフェイスブックがあるかってもう一度ちょっとまとめていってもらっていいですか。オッケー、じゃあみんなお願いします。どういったツイッターとフェイスブック、ブレイクタイムのその情報を得るには、あ、そうですね、フェイスブックでブレイクタイムスペース沖縄もしくはブレイクタイムスペースシンゴ、うん、ミーナでやっていただければ、うん、多分上に上がってくると思うので、うん、でこの顔反対だかな。この顔、うん、これが出てきますので、そしたらすぐいいねボタンを押していただければ、ね、情報がねすぐ、まあ、完全にツイキャスを意識して喋ってるけど、ラジオ聞いてる人はこの顔どの顔やねんって思ってる。あ、そうだね、どの顔だね、うん、それはね、ぜひ Facebook ページで見せてこの顔かって。そう、男と女2人で写ってる写真があるので、うん、それを見つけていただければ。で、ツイッターもね、うん、シンゴアンダーバー BT、うん、とあとミーナ MIINA、 I が2つなんですけど、うん、MIINA アンダーバーミーニーミーニー、うん、小さいのでミニミニで3232ね。そう、やっていただければ。でそこでたまにブレイクタイムページこんな感じですって上げたりするので、うんうん、ツイッター調べても逆にありますし、はい、Facebook ページ調べると、うん、ツイッターのアカウント書かれたりしますので、うん、ぜひよろしくお願いいたします。お願いします。あとアメーバブログもそれぞれメンバー。ああ、そうなんです。そうなんです。アメーバブログもね、シンゴリンのシンゴリンリンドンというブログやっておりますので。うん、ミナもミナーズブログでやってますので、うん、ぜひよろしくお願いいたします。お願いします。はい、あとですね、はい、今日もツイキャスの県外 の, かリスナーの方もいるんですけども、うん、まあ、
ブレイクタイム直接見に行けない、あの CD 買えないっていう方にはどうした方がいいですか。ああ、いい振りですねこれね。ありがたい、ありがたい、いい振りです。この iTunes、はい、だったりとかレコチョク、うん、国内のダウンロードサイト、うん、であのブレイクタイムで調べていただけると、うん、光の今流れている光の差す方向だったり、どうした動画ゴールだったりだとかいろんな曲5曲今アップしておりますので、はい、ぜひよろしくお願いします。お願いします。はい、メッセージ届きました。ヨギシコジャパンさん、ブレイクタイムさん、残り少ない時間ですがファイト、うん、ありがとうございます。僕は足分かりに山に行きますね。時間が合えば必ず見に行きますとのことでした。これ、ね、時間っていうのをね合わせるもんなんですよ。そうなんですよね、うん、なぜひもう芝刈る時間をちょっと遅らせて、うん、であのライブ来て、はい、でライブ終わった後に芝刈りに行けばね、うん、芝をカットですね、うん、そうそう芝をカットそう何その長嶋さんみたいな感じのあのカンパネラのことを言いたいのは分かるんだけども困ってるから。みんなさんがあの水曜日のカンパネラ見に行ったんですか。あ、一緒にね。そうそうそう、僕が一番先にハマって、うん、で紹介して、紹介っていうかあの見に行こうぜっていう、そうそうそう、すげえのがいるぞっていう話で衝撃でしたね。何これってなりますね、うん、なんか表せきれないんですよ言葉で。じゃあいいよ。でもありがたい、うちの草も早いな、もっと話聞きたかったなって。嬉しい。ぜひ金曜日のねシエスタ読みたいなフルンチよろしくお願いいたします。お願いします、はい、じゃあもうぜひお聞きくださいというわけで今後、まあ、あのイベントとなどもありますけども、はい、何か今年中何かあのどういった動きがあるかっていうのはありますか。何か予定していること、予定していること、テレビ出たいなっていうのを僕の中ではいつでも準備はできてるんですけども、なかなか呼んでいただけないので、こんな感じであのねお誘いいただけるとすごく嬉しいです、はい、嬉しいですなんか呼ばれたい番組ってあるんですか。今のうち一応言っといた方がいいんじゃないですか。僕野菜作れるんですよ。はそうなんですか。はい、昔野菜作りもしてたので家のプランターで、はい、なのであのね伊賀夫婦とかね全然あの野菜の話もできますし、もうなんであの食べ歩きの番組もね全然行きますのでよろしくお願いしますあ、お蕎麦の番組とかいいね。僕沖縄そば好きなんでよろしくお願いします。みんなさんはどうですか。絵を描きたいですなんか、うん、皆さん知らないと思いますが、うん、あの絵がね素晴らしいんですよみんな、うん、なので、うん、どんな絵でも描きます、一筆で、うん、なので初めて見たよ、狼が右から、ね、顔が出てる狼なんかそうだから絵を描くか、勉強を教えていただける番組とかね出たいですね。先生大変やで先生大変やね、うん、なので今後あのメディアとか、はい、まあ、こういうねラジオとかもどんどんあの声かけていただければ頑張っていきたいなと思っておりますので、ぜひよろしくお願いします。はい、本日はブレイクタイムのお二人をお迎えして、うん、お送りしてまいりましたイブニングアベニューですけども、うん、この後、JOZZ0ASFM FM 小沢は日曜日のプライムタイム、うん、夜7時からは、子供の島キラキラ、うん、8時からは SPC がお送りします。何か最後お二人からメッセージありますか。あ、じゃあ25日、はい、26日は、うん、ここから小沢から近い音市場で、はい、僕たちブレイクタイム出ますので、はい、ぜひあの足を運んでいただければ、あと、あ、いいですね、あと、あそのあそうだ、そのゴールデンアワーで思い出したんですけど、うん、いやなんかね音市場でライブやってたら、はい、スカイザリミットとか山猿さんすげえ歌良かった、ブレイクタイム面白かったっていうコメントがあったみたいなんでお歌じゃないかい、そうそう面白かったですねぜひぜひよろしくお願いします。お願いします。あと28日、はい、モッズでもやりますので、うん、よろしくお願いいたします。お願いします。はい、ありがとうございました。この後はミュージックタウンでクレイジーボーイズ見に行くんですか。行こうかなって悩んでます。でもちょっとお腹空いたなって思ってるので、うん、いいとこあったらよろしくお願いします。蕎麦屋さんとか、はいというわけでお送りしてまいりました、うん、イブニングアベニューお別れの時間となりました。早いはい、皆さんにとって素敵な1週間になりますようにごめんなさいね、ちょっとエンディング変な終わり方で。では慎吾さん、皆さんありがとうございました。ありがとうございました。